海と日本。日本財団が進める海と日本プロジェクト。この番組ではプロジェクトに賛同し、海を未来へ引き継ぐため宮崎の海の魅力を発信しています。今回は海の熱中症対策、給水化ステーションをご紹介します。美味しいです。皆さんが美味しそうに食べているのは夏の味覚の定番、スイカ。スイカにはミネラル、糖分がたっぷりで栄養満点。スイカは食べるスポーツドリンクとも呼ばれ、熱中症対策に有効な食べ物なんです。風光明媚な青島は県内有数の観光スポットです。ここ青島海水浴場は夏になると海を楽しむ人で連日大にぎわい。そこで行われたのが給水化ステーション。これは海と日本プロジェクトがスイカを食べて熱中症を予防しようということで行われたイベントで、スイカの日の先月27日に無料配布を行いました。お配りしてます。はい、どうぞ。はい、どういたしまして。海で食べるスイカのお味は？めっちゃ美味しい。果物で一番好きだから。本当にいいですね、こういうサービス。最高です。はい、熱中症予防、ベリーグッドやわ。ベリーグッド、ありがとうございます。この日、およそ1500食準備されたスイカはあっという間に配布終了。強い日差しの下で食べるスイカに皆さん大満足のようでした。Thank you. 熱中症になりがちなこの季節、スイカを食べて栄養、水分補給、海のレジャーを楽しんで夏の思い出をたくさん作りましょう。海と日本。